こんにちは、黒です、世の中が変化しても絶対変えたくないことっていうのが今日のお題です、世の中が変化してもアベノミクスが始まった頃に、私は円高の方が好きですっていうのを、実は言っていました。なぜかというと円が強いということは相対的に、買ってくるものっていうのは世界的に言ったら多いので、どう考えても円が安くなるということは自分にとってはリスクでしか思えないということを言っていました。実際景気はアベノミクスで良くなったんですけど、最近になって、あまりにも円安が続くのをアベノリスクだって呼んでる人がいますが、まあそれってでもどっちもどっちなんですけど、まあ相対的に自分たちが持ってるものっていうのが強くなるっていう方が僕は最終的にはやっぱり、便利。日本の経済にとっては実は安くなるっていうのは相対的に言ったら安く売らなきゃいけないわけですから、良くない方向に向かっているっていうのは感じていました。まあちょっとそこのところのところは人によって考えも違いますし、やっと経済はそれによって回復してきたっていうところは確かにありますから、まあそうなんですけど、強いというか自分の持っているものの価値っていうのは世界的に判断すればどんどん下がってるっていうことを、まあ主張するというところは、変えたくないかなというふうに思います。以上です。1月20日。